トルジェボビツェブチェハーフスカリツェなどスビタボウ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は、ベルケオパトビツェを境に分かれており、ベルケオパトビツェ以北が017、イナンが262となっている。また、017号線は、ホルニツェズベルマも含まれている。1889年、モラビア西部鉄道の路線として、トルジェボビツェベルケオパトビツェ間が開業した。 1908年にスカリツェまで延伸して全線開業した。一時期、モラフスカートルジェボバーズベルカンには旅客列車が運行されていなかったが、2014年9月にモラフスカートルジェボバーホルニツェカンが12月にホルニツェズベルカンが運行を再開した。ホルニツェベルケオッパトビツェカンは2017から20年度に限り運行していたが、現在は 運行を休止している。モラフスカートルジェボバーお境に系統が分かれている。2017年以前は全て各駅停車であったが、現在は途中駅を通過する列車もある。大半がスカリツェ・ボスコビツェ間の系統で、毎時一本運行されている。うち、1日あたり平日7往復、休日に往復がベルケオパトビツェまで運行する。スカリツェで、 260号線のブルノ方面フッツルと接続する。以下では、チェコ国鉄017262号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。また、ホルニツェオパトビツェ間は、2020年12月以降、運行を休止している。ありがとうございます。